と思うので、綺麗にしてポイントになってきます。最後の日、まずは丸太一つ目、ここはいいリズムで来ているぞ。坂井選手ちょっと最後足はついたかもしれませんが、第5セクション3点で通過。ちょっと最後惜しかったかもしれませんが、ナイスライト。さあ、そして第5セクションなんですが、続いてはさあ、今スタート。まずは垂直にチェアを見まして、ここはうまく上がっていきます。そしてしっかりと太ももにも力をかけまして、ここはミスはあります。テントに来たところでちょっと今足はつきましたが大丈夫。さあ、アンダーガードをちょっと引っ掛けまして、マシンは前に進んでいます。厳重に追ってます。岡村雅人選手、今スタンバイ完了になりました。そしてこのスーパークラスはこのですね、鳥居のような丸太を正面で見て上がった。足はついてるけど上がった、上がった。かなり気合が入っている表情を見せています。外側に赤いっていたんですが、こっから正面のこの正方形、長方形のね、岩の上まで上がらなくてはいけないんですけれども、こう一旦左にまっすぐ振りながら空中をして、さあ上がっていけるか。もうほぼほぼですね、ちょっと手前の助走区間も宮田正弘選手スタンバイ第5セッション。さあ、まずはこの丸太、最初の鳥居のような丸太を登っていく。大体高さとしては 1.5 メートルぐらいあると思います。助走ギリギリいっぱい一つ下がるんですけれども、今日のトラクションをかけたいところが惚れている。リズム合わせて、さあフロント上がったんですが、惜しい。選手スタンバイ、もうここ何年かで、ね、このペアで戦ってますけれども、さあ大橋を先生の第5セッションを入っていきました。さあ、リアの方向を振りまして、さあまずこの鳥居上がっていったぞ。上がった、上がった。大橋選手ちょっと今予定よりもフロント上がりすぎたかもしれませんが、そこを最後ですね、パワーで先制をしてくる。さあ、そして今度は山崎選手がいる、今その右側のこの前方長方形の岩まで上がっていく。さあ、そして上がったぞー、気合いだー。もうライダー下の方でみんなちょっと苦笑いになってるライダーもいる。さあ、最後丸太からの岩3つ、シュートスマイ、気合い入ってる。こっからはちょっと今でも気分落ち着いた感じがしますね。さあ、こっからはリアの方向を今ちょっとだけ左側に振った。そして上がっていった。今ちょっと第5セクション、さあ今の小川剛選手のまずは入りを見てどういくか。宇田川選手、もうこのラインはもうこの1本しかありません。さあ上がった、アンダーガード引っかかったぞ。さあ、あとはあとはリアタイヤだ、リアタイヤだ。 OK、 足はついてますが前に足は進んでいる。さあ、ここから落ち着いて、さあ正面、まず一つ目リズムを合わせて、ここ結構難しい状況になりましたけれども、こっから上がって、さあもう足ついたんでアンダーガードかけて上がったんですが、その先実は多分皆さんから見えているあの長方形の岩なんですが、その反対側はですね、もう三角形になってるんですよ。なのでフロントのこうタイヤがですね、こう一応地面というか斜面にはつくんですけど前傾しちゃうような状況なんですね。ちょっとそこに足を取られてしまいました。ナイスファイト、ナイスファイト。まずはリアを振りまして、そしてギリギリいっぱい下がってテープ切らないようにトラクションかけていけ。
私は1回右足引きましたが、ちょうどいいところにこの丸太のね、枝というほど切りたくないんですが、はい、切り株がありまして、そこに足をついて上がっていきました。さあここからリズム合わせて2段で上がっていきたいぞ。上がった、足はついてますが上がっている。今3点減点になってるかな、はい。さあ1つ目、ここはうまく上がっていきたい。いつも練習をしている、それはしっかりこの成果を出している感じがします。2つ目、平岡選手第5セッションアウトしていきまして2点です。さあ田中選手ももちろんスーパークラスですから、ギリギリ後ろいっぱい下がりまして一気に 1.5 メートル飛び上がっていくぞ。足はついていますが、上がりきった、上がりきった。さあそしてここから落ち着いて、もうライダーとしてはね、もう最初のこの上り気合い入れていかなきゃいけないので、ずっとテンション高く行きたい。ただここは落ち着いていかなくちゃいけません。2つ目を追って上がった、イエス。さあ最後だ、ここの山肌も結構水は吐けてきたように思います。おっとリズムがちょっと合わなかったか。今日が終われば今度は世界にチャレンジをしに行きます。さあ上がったか、イエス。足はついているけど上がった。さあここから何度かですね、そう自分をこう落ち着かせる、また鼓舞するようにアクセル2回3回煽りまして、さあ今どのラインでいきますか。さあここからリズム合わせて足はついたけど上がった。今2つ目のね、岩にこの白い方の岩に上がるときに右足バランス取るのに効きましたけれども、さあミニマムでいけるかな残り。さあここリズムうまく取っていきたい。もうここあと助走はないんですが、フロント上げなきゃいけない。でもフロント部分は掘れてる、いいぞ。さあちょっと今後ろを振り返りながら足はつきましたけれども、これ山田選手は第5セッション、ここは3点で通過。ラーダ選手が行きます。さあ今セッションイン、さあ1上げてて、上げ、さあこの月が私のところまで飛んできました。から岩場リズム掴んで上がっていきたい。ちょっと草が手前はかなり生えてますけど、うまく上がっていて、さあいいぞいいぞ。さあ残り気合い入っている。これスーパークラス、ちょっと丸太を超えたところでちょっとバランスを崩しましたが、柴田選手今シーズンからですね、この電動のトライアルマシンに乗り換えてきました。なかなかちょっと初戦ほどね、リズムをつかむのが難しかったと思いますが、上がれー、上がったぞー。さあそしてですね、高さのあるペア岩場もいけるようになってる。このマシンちょっとただリズムが合いませんでした。野崎選手ナイスファイト。さあそして2ラップ目に入っています。 IBのここまではいい形で来ている。ワンラップ目はその真央選手はこの第5セクションはクリーンに来てますから、クリーンは狙っていきたいところだと思います。そしてワンラップ目終わった時点では高橋選手と5点差、ここを集めておきたい。さ
さあここはバオ選手はクリーンで通過、ナイスクリーン、オーケー、今手を振ってくれました。さあ続いては今度はレディースクラス、ジョーがいきますよ。
いいけれど、ここはライバルにちょっとリードしてきていいか、それはまた選手クリーンが今、控えてはいるんですが、その前にですね、リラップに入っています、ね、84番の岩見俊一選手にスタートをしていきました、国際 B 級。今第5セット、ここはなんとしてのクリーンでいきたいサーフロント、今正面に足を持ってきました。そして上がって足をついて上がっていっている。理想としてはもうあと5センチぐらい前にね、足持ってきたかったと思いますが、さあここから落ち着いてちょっとこのリズム若干合わなかったところをうまく合わせてきました。こう溜めて2つ目のね、岩に上がっていくという感じ。さあそしてここからは落ち着いて最後この岩、ここもちょっとね自分側に斜めになっているので、ここもうまく上がっていった。小川選手第5セッション、さあ今第7セッションのライダーが、ね、集まっていると思いますので、ちょっと実況の方を第7に移していきたいと思います。ちょうど第7セッションは黒山純選手が最後ここ登っていくのっていう感じですけど、さあこのこれまず土が掘れてるところから2つ色の違う、ね、岩に乗っかって、そこからちょっと見えなくて岩を上がってバーターが外に来たので、ジャースコをですね上りくらいしながら、ちょっとこのバレ岩に足を取られないようにしながら上がっていかなくてはいけないんですが、これはまず一番左にマシンを振ってきて斜めに上がっていく。今プレッシャーの上にいますけれども、ジオさんとプレッシャーの間上がっていかなくてはいけないです。さあどこを狙ってくるか、第6セッション、さあ真ん中上がってきたぞー。それは言ってはそんなに後半に比べたら難しくはないと思いますけれども、一気に後半難しくなります。今ちょうど柴田選手はこの後半のライン、さあ後半のエリアにやってきました。ギリギリ右いっぱいにマシンを振りまして、そこから飛びついていくスーパークラスはここ余裕なんですね、まあ、余裕っていうかいけるんですね。さあそしてここから正面に、おっと結構ここの土もろくなっている状況。こっからそうですね、もう3人黒山選手、あと武田選手、西川選手がね黒田選手のラインを見ている状況です。そしていきます、第6セッション、小川智之選手、まずは1つ目の岩、岩というか、あそこはもう人工的にあの岩をね、切られた、カットされた岩を置いていますから、そこを上がりまして、そして、そうですね、10センチぐらいの段々の岩のところ、このガレ岩をですね、さっきの黒山選手と同じライン、ここでいきます。そして第7セッションも今、野崎選手が最後の岩場に行っている。さあちょっとどっちでも見逃せないポイントだ。さあ小川選手溜めて最後ギリギリまでマシンを今ちょっと今リアスですけれども、上がっていったか野崎選手、第7セッション、いいんだ野崎文隆、第7セッションクリーン、ナイスクリーン。
と思います。じゃあここからこのままちょっとウォームアップというのを見てきたかもしれませんけれども、さあここからです。一気にその状況が変わってくる。まずは一つ目の人工的に置かれた四角の岩に乗りまして、そして正面、まずこの岩のですね、滝が土になるんですよね。ここが掘れている状況でうまくパワーをかけて、さあもうアシスタントはフロントの位置を指示いたしました。バーガーギリギリいっぱい来い。さあ上がったの竹田選手、さあここはできましたか。そうです、アシスタントです。さあ、宇治川選手は今、まずは一つ目は、ここは難なくこなしている。そして、まず、この伝統的に置かれた、この上で間に合ってきて、リアタイヤギリギリまで下げて、今フロントの位置、当てる位置ではなくてその先が指示されました。さあ今から上げて上げて上げて、最後パワーだパワーだ。さあ最後宇治川選手投げませんでしょう。ここはクリーンです。さあナイス。さあまずはセクション入っていきました。大変なセクション、ありがとうございました。
ください。よろしくもしっかりとお話して、お伝えしていきたいところなんですが、続いて。Come on.
続いて左から2つ目のセクションでセクション8、8セクション。続いてのライダーも IA クラスで研究場としては宮川遥人選手、まだ20歳の年齢のライダーです。さあでもギアを外して、このライン難しいですね。斜めに上がっていって飛びついていかなきゃいけないんですね。さあ、ここでいい壁を作って、さあ、ナイスイン。今の数字のね、ボードは上げられているんですけれども、それがこう、ゲームを取るということになります。おー、いいの？うまく向き変えていきました。ベストキッチン見事登場、厳選一列スーパーナイトレート。どうしてもこの辺りにかかってしまいますよね。さあ、ここまでまだ2分間ない状態です。セクションの中にいるね、セクションのほぼセクションを見ている審判員とセクションを見ていただきたいと思います。わー、ちょっとギアが決めてたんですが、上がっていく。他のクラスの、あ、いや、今マーカーに当たって、このマーカーが倒れてしまったと。私たちは矢印の三角のことをね、マーカーと呼ぶんですが、この色によって各クラス、ホール、ナイン、ステージ、ちょっとゴールショットの狙いで通っていって、思わず滑りが起き上がる。うわー、軽い身のこなしで今ここまでは、ミスのない状態です。
続いては国際エース福田選手、福田選手の世界一の池田さんにも、ね、参戦をしていただいたんです。ということで、ちょっとこう他のライダーよりは次に何ポイントが多いのかと、このナンバーエリアまた戻ってきたなという感じかもしれない。このサミーチャーは軽いコマスで上がってきました。さあここでトップさせて丁寧に向きを変えていく。さあそしてサウサー選手が上がってきた。この取り替える岩、ヤマハのライダーとして今シーズンは電動バイクに乗り換えてのチャレンジです。野崎選手らしい力強い走りはこの電動バイクで求めます。さあここまではまだミスがない状態です。ミキンパンにオブザーバーの手もまだ乗り換えたまま、ゲーセンはナッツという合図です。向きを変えて今バランスを整えていく。さあしかし雨は強まってきている。この中で静かに岩を見つめる野崎組み方が今上がっていった。さあそしてついにマシンを進めていった。さあ続いては岩の方が若手注目のライダーです。
かり当てて失敗していく。さあ余裕が伺えます。あ、久しぶりにね、この日本の手に戻ってくる。さあそこでね、この2人はしっかりと口を出していきます。さあそしてアシスタントの方との掛け声も、さあ飛び立ちも上がっていった。ちょっとフロント上がりすぎた気もしたんですが、余裕です。ありがとうございます。この後もね、選手まだまだクッションに挑んでいきますので、ちょっとこの後ラストスパートに向けて力になっていきますよ。さあそしてこのヤマハの電動バイク TRE のこの基礎開発からね、携わっていたこのライダーです、黒山健一選手。黒山選手も実は世界選手権に参戦をして、ちょっとね、まさにこの岩盤で結構挟まれた形になって怪我をしてしまったんですが、今回はまだそれが干渉している状態ではない中でね、厳しい状態に戦っています。静かに叫びこの岩を見つめて軽々と上がっていきます。日本の大発見ですね。さあそしてこの岩に対して丁寧にアプローチをしていきたい。この上り、おー、岩にはしっかり上がっていった。